寒くなってくると、服を脱いでいただいて治療するっていうのが、まあ冷え症の患者さんなんかも脱ぐということだけで嫌だなと思われることがあると思います。それでなるべく脱がなくても治療ができる方法、まあ手足の指先は便利だと思うんですね。それからここから上は、ほとんどいつも、まあ、このまんまですので、効かせる方法なんか治療にいいところはないかなと思ってやってるのが頭ですね。まあ、百葉を中心としてシラクをやったり治療するんですけど、シラク、ズブシラクをやった方が頭から血出した方がいいのか、それから頭に針ブツッと刺した方がいいのか、ちょっとこう悩ましいところですね。どっちがいいのかなと。で、患者さんの負担から考えると、頭のシラクの方が優しいんじゃないかと僕は思います。これも私の考えですけど、針を刺した時に、悪くはならないんですけど、感覚が鋭くなったと、分かりやすくなったっていう人もいないことはないので、シラクの場合はそういうことがないですね。ただ聞き方がスパッと聞く時もあるんですけど、あれ、なんかもうちょっと聞いていいのになということもあります。で、そういう時には、まあ、針を刺して、軽く針を刺して1本ですね。で、どうだろうと当たりをつけるんですね。で、良さそうだなと思ったら、まあ、ちょっともう少し数を増やしていくという、治療をやっております。ちょっと取り組んでおります。まあ、今朝もそういう腰痛の患者さん、まあ、今朝昨日もですけど、見ました、まあ、あの図にしてみるとこんな風ですね。で、シラクの場合なんですけど、百会、まあ、耳と耳をこう結んだ線と鼻からまっすぐ行った線のこの辺は百会なんですけど、ここをシラクする、まあ、順当なところですね。で、これの、まあ、横2センチぐらいのところとが前後にこうやると、まあ、5の目とよく言うんですけど、こういうふうに、シラクをする、まあ、もしくはですね、斜め45度のここにシラクをして、斜め45度こっち後ろ、斜め45度ってこういう5の目というのもあります。こういうシラクの方法もあります。で、あ、肩こり楽になったよと、あ、でも先生右の肩まだ凝ってるなという時に、この肩こりが単形状もうちょっとこう外にあるなと思う時には、ちょっと横の方のですね、右の肩だったらこの辺をシラクしてみると、そうすると意外と良かったりします。で、これを考えまして、もう少し聞いた方がいいんじゃないか、これもうちょっと聞いてもいいはずなんだけどなという時に、今度は針をやってみると。で、針でどういう治療効果が出るかなというので、やってみております。で、針を、まあ、シラクを終わった後にもうちょっと聞いてほしいなって、これまあ百会に針を、まあ、私の場合後ろから前に1本刺すんですね。こういうふうに1本刺します。で、刺してみて、患者さんに、すぐ、まあ、例えば腰痛だったら動いていただきます。で、動いた感じでどうですかって言うと、少しいい感じがするなと言われたら、このだいたい5、6ミリ横ですかね、5、6センチは5、6ミリ横に、あとこう、これは頭皮針のやり方で、百会の横にこう3本針刺すっていうやり方ありますよね。で、こういうふうに3本針を刺してみますと、刺激の量が増えますので、あ、もっといいなと、もうこれはいいぞと、ちょっとこれは刺激を強くした方がいいんだなというのが分かります。それで、この3本の針をこう持ってですね、まあ、弱託といいますか、少しこう揺らすわけですね。で、20回前後こう揺らしてみて、刺激を強めて、で、また立っていただいて、腰をまあ前後に動かしていただいてどうかなと。で、その時に、あ、真ん中良くなったんだけど、なんか横の方に、端っこの方に痛みがあるという場合は、これから、まあ、まあどっちかというと単形というふうに考えて、この辺のこのエリアに、また針を、こうブスッとこう刺すわけですね。で、1本刺してみて、まあどっちでもいいですけど、1本刺していいなと言われたら、またこう1本刺してみます。またいいよと、まあ、これを少し100円と同じように、少しこうこの、まあ、ゆっくりでいいんですけど、こう刺激を強く与えてみるわけですね。で、これにもこう与えてみると、で、2本良かったと、3本目やってみた、これどうですか、立ち上がってもらってどうですかと尋ねると、まあ、こんな感じなんですけど、いや、前と変わらないと、
前と変わらないというのはもうこれいらないということですから、もうその場合にはこれもう抜いてしまって、まあ、この2本と、まあ、真ん中の3本で、どうかなと。そうすると横をこう治療するとなんかまた真ん中戻ってきたようなっていうことがあります。その時には真ん中をもう一回ちょっと揺らして刺激を強めるか、そういう時にはこの針が少し抜けてる場合がありますから、またちょっと押し込んでみるとかですね。もう一つのやり方としては、これのまあ3センチぐらい前のこの部分にもう一本刺してみるというのもあります。正中線上の刺激が足りないのかと。で、これで良さそうだったら、まあ、これでいいんですけど、まあ、試しに後ろにももう一本刺してみるかということもたまにやっています。まあ、こういうふうに頭の上に、いろいろ刺してみて、特に腰痛、肩こり、足の痛みとかですね、そういう場合にはこうやって、治療しております。で5分10分このままこう動いていただいて、待合とこの治療室を往復していただいて、それでまた差し替えてまた往復していただいて、ちょっと刺激与えてみたいなことをやるんですけど、まあ、帰っていただく時にはこれ1本ずつこう抜いていくわけですね。で、例えば前屈で辛いんだったら前屈やってもらって1本抜いて、でまた前屈やって、あ、大丈夫、変化変わりないと、悪くなってないと、例えば次々抜いていって、で、最後の1本まで抜いて、あ、そんな変化ない、悪くはなりませんよと、戻りません、またこれで OK というふうにやっております。そうです。それからあの針を刺す角度なんですけど、頭に対して、どのくらい45度ぐらいの感じで刺してるんですが、例えばこう頭蓋骨がありましたらですね、こう刺して、まあこれが皮膚としたら頭蓋骨コチンとこうコチンとこう当たりますよね、コチンとちょっと抜いたぐらいですね。この骨のところに膜があって、そこにギュッと刺さり込んだぐらいがちょうどよくて、それ以上刺してしまうとあたたたっとなりますので、ちょっと抜くと、ここまでいかなくても効くこともあるんですけど、抜いてしまうともう効かない、なんかあんまり効いてないですよ先生と言われる時には、ここまで押し込んであげなきゃいけない。でその時少し痛み出ますけど、ちょっと患者さんには我慢していただいて、動いてもらって、治療効果があるようだったら、患者さんもあ、今の方がいいと、頭ちょっとチクッとするけど今の方がいいから、これちょっとその辺に2、3分歩いてみますと、で戻ってきた時には、あ、痛みも取れてるし、腰とか肩の辛いのも取れてるというふうに、言われます。今日もそういう腰痛の患者さんを治療しておりますので、この後はその腰痛の治療の、まあ、モデルさんを使った、モデルじゃないですね、実際の患者さんですね、症例見てください。髪の毛が多くないけど写しやすい。頭だけしか映しませんから。それじゃあちょっと立ち上がってみてください。よいしょよいしょ。どんな感じです？もうなんかすんなり立ち上がり、すんなり行きました。はい、あ、よかったですね。はいはい、はい、腰掛けてください。よっしゃ、これで OK と。で、腎臓の腰痛、肝臓の腰痛と、股関節の前面の腰痛と、今頭の針で真ん中100を中心に右左に、4、5ミリぐらいですね、刺して、でちょっと横の、まあ、単形状になるんですね、に2本こちらにも2本と、こういう頭の治療で、腰痛が、まあ、改善しました。